ジョンス君の4週間にわたる基礎訓練が佳境に入ってきたその頃、お母さんのもとに一つの小包が届いていました。入隊直後に私物を詰めたあの段ボール箱です。편지도있네편지야아들편지도아닌데封筒の中に入っていたのは軍隊からの事務的な連絡の手紙。息子の近況が分かるものは何も入っていませんでした。아직도아들편지도한장옷이도한장못쓰는거야아직속상해요이런일은처음이에요그렇지만나는내아들정수를믿어요잘해내리라고우리아들이업무다하고나올때더나은정수로베네스올동안에나도좀더나은엄마가되어있을거예요ジョンス君たちにとって最後の訓練、それは実戦と同じ状況を設定し、その恐怖感に打ち勝ち敵の陣地へたどり着くというものです。本物の銃声が飛び交うそのあまりの恐怖に動けなくなる訓練兵もいるといいます。今まで培った全てが試される時でもあるのです。最後の試練に直面したジョンス君、この時彼の胸中には入隊直前に決意した強い思いが去来していました。軍隊갔다오게되면2년을어떻게보면자기의2년을잃는대신부정적으로생각하고들어가면더견디기힘들거라고생각을해요그래서항상긍정적으로생각하려고하고있습니다똑같은잘못을저지르는건참어리석은짓이잖아요이렇게그런것을저지르고싶지않아요그리고지금상태라면또저지를것같기때문에너무좋게봐주신건고맙지만아직은저는더강해져야되고또발전해야된다고생각을합니다最後の訓練が始まりました。巡らされた鉄条網の下を仰向けの匍匐前進で通り抜けます。しかし思うように体が動いてくれません。なんとか突破し一本橋を通過、敵地はもうすぐです。そして
一気に突入。ついに最終地点までたどり着きました。こうして4週間の訓練が終了したのです。479명은 2006년 8월 24일부로 제29 교육연대 2교육대 신병교육 수료를 명받았습니다. 이에 신고합니다. 연대에 깨달아요. 받들어 성! 충성! 처음에는 적응하느라 정신이 없었으며 솔직히 현재 우리나라 상황을 알게 되면서 훈련에 더욱더 힘쓰게 됐습니다. 정신적으로는 제가 아직 어린애였다라는 사실이었습니다. 어떤 힘든 일이 있어도 여기서 훈련 받은 것보다 힘들진 않을 거라고 생각합니다. 그리고 제가 느꼈던 저의 단점들을 많이 고쳐나간다면 어떤 일을 겪어도 충분히 이겨낼 수 있을 거라고 생각을 합니다. 네, 잘할 수 있습니다. 4週間의 訓練은 終わりました. しかし、これで兵役が終わったわけではありません. 彼らはもう一般人ではなく、立派な軍人. これから各部隊に配属され、 およそ 2年間 国のために忠誠を尽くしていきます。これが韓国の徴兵制なのです。